Sekarang saya lagi di taman, tadi lagi bikin video lah, ternyata disamperin sama orang Jepang. Lah dia itu lagi apa nawarin kayak agama, coba. Pokoknya ikutin terus lah, ini orangnya lagi nyamperin nih. いいですか。ちょっとだけ。さっき話しました。日本語はどのぐらい話せます？日本語5ヶ月ぐらい。5ヶ月勉強します。結構喋れますね。話できますね。年はいくつですか？何歳ですか？30歳。ああそうなんですか。インドネシアの。インドネシアです。あ、そうなんですか。あれ、柏崎。あ、違います。もともとは東京、うん、長岡。長岡住んでいます。あ、そこに住ん、長岡に住んでる。うん。あ、そこは友達に遊び。あ、そうなんですか。チャリで、自転車。自転車。長岡から。あ、違う。あ、長岡から、電車で、友達の自転車。借りてきて。うん、レンタル。うん、あ、そう、うん、でもこれ知ってます？これ日蓮大聖人。あ、初めて聞いた、はい、初めて、うん、何回も聞いた時ある。一回初めて、うん、あなたは何をビリーブ、信じてる？イスラムです。あ、イスラムね。あ、もう生まれた時からもう家族周りも全部。いや全部、うん、やっぱ豚肉とかがダメなんでしょう。うん、ダメ、ね、あと何がダメなんでしたっけ、ね、犬ダメ、うん、牛と酒ダメ。あ、ダメ。あ、酒もダメ。ダメ。あ、そうなんだ。ラーメン食べに行こうって言ったら、うん、ダメって言われた。ダメです。やっぱあれ豚なんだよね、ラーメンはね。あ、そうなんだ。ラーメンを食べない。あ、そうなんだ。ベノ、豚とか入ってなきゃ食べるんでしょ、ラーメンは。ありますね。そういうのもあるわ、魚介、魚、魚系、うん、魚系のラーメンとかね、うん。うん、ありますよ、日本は。調べればちゃんと。うん。あ、そうなんだ。でも全然他の、イスラム以外は、ノーノーノー。ノー。でもね、仏法、いつ仏法、日蓮大聖人仏法なんだけど、成仏ってわかるかな。こう死んだ時に、うん、幸せになれる。生きてても幸せになれるし、死んでも幸せになれる。死ぬと終わりじゃないから。死んどるじゃない。死んで、わかります？わかりました。うん、でもごめんなさい、うん、イスラムですから。なるほどね。うん、うん、そっかそっか。でもね、いつかね、みんなが南無法蓮華経って唱える日が来るんで、うん、1日5回ぐらいお祈りして、うんうん、お相撲さんの相撲取りの砂嵐だったっけ、うん、もうその食べない断食って言ってさ、うん、イスラム教の人でさ。あ、そうなんですか。そうそう、うん、1年中に1ヶ月ぐらい食べない。え、1ヶ月もですか。1ヶ月ぐらい。え、まるまる1ヶ月。ラマダン、名前はラマダンです。聞いた時ある。あ、ラマダン聞いた時ある。聞いたことか。うん、そう、わかりました。なるほどね。でも覚えといて、南無法蓮華経覚えといてください。何かのために、うん、仏様っていう存在があるんで、うん、これも縁なんですよ、縁。うん、え。読んで。日本語でも読めます？ごめんなさい。あ、ダメ、ね。またいたら声かけるかもしれないね。ね、わかりました。じゃあ、ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございました。ごめんなさい。また。Nah itu tuh orangnya tuh orangnya ini. Oke, itu tadi perbincangan saya sama orangnya ya. Tapi mohon maaf karena saya bahasa Jepangnya agak kurang, dan terus juga
dia itu pakainya bukan bahasa Jepang yang saya pelajarin di buku ya, jadi berbeda jauh. Jadi dia itu pakainya bahasa Kaiwa harian gitu, kayak sama teman. Lah udah gitu aja, pokoknya saya minta bagi kalian yang mau ke Jepang atau yang baru di Jepang, dimohon untuk berhati-hati. Lebih baik kalau kalian baru di sini, mending menjauh. Ya, masing-masing desa aja, langsung kalian pergi aja. Cuman kalau ini saya pengen nge-share ke teman-teman, tapi tadi saya mau ngambil mukanya dia, saya nggak enak karena orang Jepang itu rata-rata sama kamera itu pada takut. Udah segitu dulu video dari saya, terima kasih yang sudah menonton ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Tetap jaga kesehatan dan jaga iman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.